今回は声だけの非常に短い動画になります。最近、イースト・オブ・レデンというバンドが存在することを知りました。YouTube で曲を聴いてみたのですが、今回は音楽そのものの内容ではないので、その感想は省略します。全員女性のバンドで、海外でも話題になっているようです。ベビーメタルの活躍によって日本のロックが注目されるようになり、 バンドメイドとかラブバイツとかも海外公演を行っているのは昔から海外進出に苦労してきた日本のロックにとっては非常に良い流れだと思っています。ガールズバンド以外にも人間椅子などもロンドン公演を行いましたし、今後、日本のロックバンドが海外で活躍する機会が増えていくのではないかと期待が持てる状況になっています。さて、本題ですが、この日本のイースト・オブ・エデンについてですが、 気になってしょうがないのはバンド名です。年配の方はそう思われる方が多いのではないでしょうか。というのも、私にとって、イースト・オブ・エデンといえば、イギリスのプログレバンドだからです。このバンドは1967年に結成され、1978年に解散しましたが、ウィキペディアを調べると、断続的に2011年までは活動していたようです。 このスライドの右側に映っているのが本家、イースト・オブ・エデンです。レコードジャケットもいくつか載せておきましたが、有名なバンドです。問題なのは、現在でも、彼らはオフィシャルウェブサイトを持っているという点です。同名のバンドが存在した例は過去、いくつか例があります。昔、日本のバンドが海外進出する例は少なく、ほとんどのバンドが国内で活動していた場合には、 海外のバンドと同じ名前であっても、特に問題となることはなかったと思います。しかし、現在はネットで世界がつながっています。うるさい人だなと思われるかもしれませんが、仮に、法的に問題がないとしても、心情的に、過去有名だったバンドと同じバンド名を名乗るというのは、どうしても抵抗があります。おそらく、オリジナルのイースト・オブ・エデンはバンド名を商標登録していないので、 法的には問題がないのでしょう。しかし、どうなんでしょうか。個人的にはどうしても違和感があるので、今回、あえてお話しさせていただきました。若い方は、オリジナルのイーストオブエデンのことはご存じないでしょうから、全く違和感なく受け入れられるのでしょう。できれば、別の名前で活動してほしかったというくだらないお話でした。皆さん、こういう問題に対して、 どう思われますか良ければ、ご意見をお聞かせください。また、この日本のバンドのファンの方で、バンド名がこうなった理由をご存知の方がおられましたら、コメントにて教えていただけると助かります。最後までご覧いただきありがとうございます。動画の内容が良かったと思われた方は、グッドボタンをお願いいたします。また、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。